東急8500系が臨時列車として運転されました。東急電鉄は、今日8日、昭和、平成、令和と47年間駆け抜けてきた8500系赤帯車を臨時列車として運転しました。東急8500系は、新玉川線と半蔵門線の相互直通運転開始に伴う乗り入れ車両として、1975年に開発されました。1976年には、東急車として、唯一、鉄道友の会ローレル賞を受賞しました。しかし、後継車両である、5000系、2020系の導入により、置き換えが開始し、2022年5月現在、2編成が残るのみとなっています。8500系最後の赤帯車である、8631編成は、今月26日に音大廃車改装される予定です。今日8日のツアーでは、長津田検車区を出発し、鷺沼から宮前平間での本線上での折り返し、谷落としを行い、長津田検車区へと戻りました。これで、5月8日の KAB ニュースを終わります。